はい、こんにちは。ウニアトリエの加藤です。前回に引き続きまして、芋、さつまいものデッサンを、今日頑張って描いていこうと思います。では早速、鉛筆はまた同じくなんですけど、カステルの 6B を使って描き進めていこうと思います。でちょっとね、前回から時間経ってるんですけれども、こうやって見比べてみると、なんかこうメリハリがないというか、全体こう丸っこい感じというかね、すごくこう何て言うんでしょう、特徴のない凸凹が少なくなっちゃったなっていう印象を受けるので、少しこのじゃがいもらしい形というか、ちょっと凸凹をね強調しながら、もう少しデコボコした感じに仕上げていきたいかなと思っています。特徴的な張りのあるところ、それからへこんでいるところをなるべくこう見つけるようにして、あまりのっぺりとね平らな感じにならないように気をつけながら描き進めていこうと思います。形の上では最初に言いましたけど、手前の大きな塊ポコッとしたやつで、真ん中があって、後ろがどう言ったらいいんでしょうね、ちょっとこうねじれながら後ろへ進んでいく感じ、この辺の奥行き感がうまく出せたらいいなと思うんですけれども、どうでしょう。今こうやって見るとこの辺がちょっと明るすぎる感じがしますね。明るすぎるせいでちょっと手前に出てきて見える、なので少し後ろに引っ込めるためにちょっと撫でてやります。明るいところの、髪の明るいところを少しこうグレーにしてやる感じですかね。こんな感じでちょっと押さえて、で形も見ながら描き進めていきます。前回に比べて少し鉛筆立て気味です。タッチ入れる時の鉛筆の角度を少し立てています。そして、この辺はもうそろそろあれですね、ハッチングというか、鉛筆の先を使った線を束にしたこういうハッチングを入れながらディティールも描写していこうと思います。はい、こんな感じですね。じゃがいもじゃないや、さつまいものエッジは結構暗く見えているんですが、これもよく見ると一番暗いのは少し手前かな。際は後ろから光がこううっすらと入ってきて、逆光というか、壁に当たった光ですね、反射光が少し入ってきているようで、その辺は際が一番暗いわけじゃないと。でこの辺りからですね、この殺筆、本当にいつも真っ黒なんですけど、殺筆も併用していこうと思います。はい、この向こうに回り込むこの両線ですね、両線を手前の方を暗く、奥の方をその反射光を逆光でもって少し明るく表現したいので、一旦紙の目を潰していきます。こんな感じで、殺筆の先端から側面を使ってどんどん潰していきます。光が当たってる側は潰さない方がいいんですけど、この辺りはもう日陰っても限定して、この辺からですね、この辺からもう日陰というふうに限定して、殺筆を使って調子を、紙の目を潰していきます。どんどん潰していきます。でその境目、光と影の境目は鉛筆を立てながら、エッジを立てながら、ハッチングを多用して面の、なんて言うんでしょう、面の向きを、立体感を、丸みを、ボリューム感をどんどん出していきます。こんな感じでですね、でハッチングの向きも常にこう一定じゃなくて、場所によってどんどん切り替わっていくんですよね。その変わっていく向きに応じてハッチングを入れる、タッチの向きも変えていきましょう。これ最初に 1,2 本は見ているけど、3本目4本目5本目のタッチの向き見てない人結構多いので、分かったと思い込んであとは惰性で線を引くんではなくて、常に変わった時に気づいてそれに反射していくように、ハッチングの向きは刻一刻と変えていってください。それがリアリティを出すためのコツだと思います。ずっと同じことを繰り返すんではなくて、1センチずれたらもうそこは違う角度のタッチになってるはずっていうね、よく見ると気づくと思います。はい、どんどんそのハッチングをね多用しながら、今この円周に沿ったタッチを今ちょっと強調しながら入れていってます。光と影の境目ですね、
影の中に入っちゃうとあのハッチングあんまりしても意味がないというか、もう日陰になっちゃうので日向と日陰の境目を選んで描いていくようにしましょう。どうでしょう、こんな感じで、少しこううねりながら後ろの方まで来ましたが、よく見るとなんか形が変なんですね。この辺前描いた形気に入らないのでちょっと消しちゃいます。そうですね、この辺がが一番飛び出ている、ボコッと飛び出ている感じなので、修正しながら進めていきます。でこのね形の違いというか狂いに気づいた時に あんまり考えない方がいいです。もう違うって気づいた瞬間に直しましょう。直すべきかどうすべきかとかっていうふうに直す前に考え込んじゃう人いますけど、それはもう答えははっきりしていて、違いに気づいたらもう瞬間的に直します、変えます。直すかどうかっていう選択はないんですね。もう直すことにも決めて作業していきましょう。はい、例えばこんな感じで少しね手前にポコッというね突起を持ってきてみました。でここから一旦反射光が少し見えて後ろへつながる。芋の長さなんですけれども、最初に形取りした時よりも少し、寸詰まりな感じ、少し短くした方がバランス的に良さそうなので、どんどん詰めていきます。あとねこのね小指をついた線汚れというかねタッチもね綺麗に消しながら進めていきましょう。はい、この辺は後ろの方奥の方なのであまり追求しすぎず、コントラストも少し弱めに殺筆で撫でていきます。はい、ここから下はもう影の中は日陰なので潰していきます。はい、こんな感じでもうちょっと暗くてもいいかな、もうちょっと暗く潰していきましょう。はい、だいぶ潰しました。こんな感じでどうですか。ちょっと 芋のこう濃い色の感じ出てきましたかね。で、今度はねこの左上のあたりこの辺もつなげて見ていきます。一旦この辺は引っ込んで少し暗くなって段差ができるところですね、段差ができて、明るさが少し抑えられる、ハイライトみたいに光って見えるところも少し抑えられて、その向こうがまた一旦盛り上がると。結構暗いですね、ここね、暗いというか赤色が濃く見えてますね。でその向こう側がまたもう一回盛り上がると、こんな感じですかね。はい、この辺もちょっとハッチングを思い切って入れていきましょう。この丸み強調したいですね、このポコッと出ている感じですね。結構ね右利きの人はねこう左向きのこういう丸み出すの描きにくくて苦手な人多いと思うんですけれども、場合によっては紙の向きを変えちゃってもいいと思います。今私こうやって手をねこう無理に右上からタッチを入れてますけれども、書きにくかったら、紙の向きそのものをですね変えながら書き進めていってもいいと思います。ただそのままずっと書き続けるんじゃなくて、ちゃんと元に作業が終わったら戻すようにしましょう。でこんな感じで丸みを出していく、でタッチの向き、ハッチングのタッチの向きなんですけれども、今一方向だけにタッチ入れてましたが、これクロスするように、例えばこの円周に沿ったタッチを入れた後で今度は後ろから手前へこうつながってくるタッチ、ちょうどこうメッシュになるような手前に向かって飛び出てくるタッチというかね、そういうタッチも一緒にこう入れていくと、クロスハッチングにしてやるとより立体感、量感出る場合あります。光と影の境目に限ってなんですが、そんな風に2つの方向をタッチにして入れてみる、試しにやってみてください。
こんな感じですね。後ろから手前へポコッポコッと来てる感じ。タッチを入れながら手前から奥へ後ろへ向かって奥行き感を出していこうとしてるところです。ただ遠くの方は若干コントラスト弱めですね。手前に比べて若干筆圧も弱め、エッジもあまり切り立たないようにソフトエッジというかね、柔らかい感じで、画面の外の世界って字の部分とこう接するような感じで、あまりこうシャキンとね、シャキンと切り口鋭くなりすぎないように。コントラスト強いと切り口鋭いとやっぱり前に飛び出てきちゃうので、そこら辺はね、遠くの世界は手前のこの辺りですね、一番自分に近いところ、手前の鋭い感じを常に視界に入れながら、ここの書きっぷりというかハードエッジに対してどの程度、弱くするか、常に手前を見て奥を書く、手前を見て奥の加減を決めていくようにしましょう、ね、こんな感じでちょっと柔らかめにエッジもあまり立てずにですね、書いていきます。暗さも黒色をあまり強く使いすぎない、ちょっと弱めの暗さと弱めの明るさでもって作り上げていきます。この辺の影もちょっと描きすぎたところはね、練りゴムで白い絵の具で描くようなつもりで抜いていきます。このね、白い絵の具っていうか練りゴムの使い方なんですけれども、練りゴムもね、やっぱり描画材料の一種で鉛筆と同じ働きをしてくれるんですね。鉛筆は黒い色で描く作業ですけど、練りゴムは白い絵の具で描くようなつもりで、鉛筆と同じように先を尖らせるとね、この練りゴムを使ったハッチング、白い線で描いていくこともできますので、常にこう綺麗なね、先を尖らせて先端を、練りゴムの先端を使って、調子を整えていきましょう。はい、例えばこんな感じで手前結構エッジ鋭く出しました。奥の方は少し弱めにしてあります。で、光が当たってない影の中はちょっと擦筆とかを使いつつ押さえていきます。はい、ここまでね、ずっとね6尾1本だけで進めてきたんですけど、今度はね、カステル 8B ですね。 8B で、ちょっと特徴的な、本当にこの先端を使ってこの穴の開いているというか、目の出るところですね、そこの部分を少し描写していきます。周りもハッチングで描きながら、でなんか少し傷があったりとか、芋特有のなんかこう汚れとか、そういうリアリティを追求しつつ、なんて言うんでしょうね、このタッチの動かし方はあまり均一なハッチングというよりも、その場所に応じたタッチで持って描き進めていきます。まあ、ランダムというかジグザグな感じですね。で、鉛筆、柔らかい鉛筆を先端すごく切り立てて描いているので発色は非常にいいです。光と影の部分は特に丁寧に、丸みに沿ってタッチを入れていきます。ハッチングも多用しながら、であとね、ちょっと皮がむけてるようなところとか傷跡とか、そういったところ練りゴムでちょっとね抜いたりしながらリアリティを出していきましょう。あと芋のハイライトっていうか光が当たってるところなんですけれども、結構ね明るめに残しておくよりも最初に暗くしといた後で練りゴムで抜く方が、なんかこういぶし銀の輝きじゃないですけれども、なんかうっすらこう光沢感のあるあの芋の質感に合ってるんじゃないかと思います。まあやり方特に決まりはないですけれども、あの暗くしといてから明るく抜くっていうのをね、ぜひ試してみてください。微妙な明るさを表現するのに結構役に立ってくれると思います。ただね、鉛筆をこう重ねるだけじゃなくて、一旦その仕上がり以上に暗くしておいてから明るくして仕上げるっていうのもね、一つのテクニックだと思うので、プラスの作業だけで徐々に暗くして仕上げるっていうだけじゃなくて、思いっきり暗くしすぎるくらいにしてから
暗い中から明るさを取り戻していくっていうようなね、そういうパートがあってもいいと思います。はい、どんどん書いていきます。穴ぼこがね、よく見るとあちこちにすごくいっぱいあるんですよね。それを見逃さずにどんどん書いていきます。で、皮が剥げているようなところはさ、あの練りゴムでね、ちょっとこう明るく起こして、で周りが消えすぎるんでね、明るくなりすぎたところを後からフォローしていく。こういうね、ディティールの描写、まあ、お化粧というかね、最後の仕上げですけれども、もう結構ね、あのやってみると面白いんですよね。あの書き応えがあるというか、そのリアリティを出していく作業を一個一個丁寧に見ながらやっていきます。で、ここから先はもうね、キリがないっていうか、いつまでも書いてられると思うので、ある程度のところで切り上げようと思うんですけれども、どうでしょうね、こんな感じで、あと最後はこの先端のこの切り口ですかね、芋の先端をしっかりと書いて終わりにしようと思います。どうでしょう、こんな感じで今回は、どこさんだったかな、さつまいも1個を書いてみました。はい、皆さんもこんな感じでね、家にある野菜書いてみてください。それではまた。